はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。ポッケンパート6からやっていきたいと思います。今回もね、ブルーリーグのリーグマッチやっていきたいと思います。現在のランキングは36位、まあ半分近くまではこねましたね。まあなんとか今日ぐらいにね、ベスト8ぐらい入れれば楽しいかなと思っております。ってことでやっていきましょう。今日は21位までがいるね。よし、じゃあやっていこう。サーナイト、バシャーモ、スイクン、マニューラ、リザードンだね。よし、まあどれもこれもが強敵っぽいですが、結局ここでもね、いるポケモンが人気プラス強敵だからねなせばなる。まあ結局そうだよね。どうも1年に10人の逸材、すごいのかすごくないのか微妙なところだね。まあいいや。よし、じゃあ独特使っていこう。よし、広いとこだね。詰めてきたね。どうする、ここだ。よし、やばい。いや、浮いたらいかんって言おうと思ってる。うっ、すっごい攻撃力やばい。よし、どこだ。よし、ドクったというか、あれが防御力を下げてくれてるのか。いいね。いや、いい、あれだよね。うん。グレッグルも、いい能力してるじゃん。ニンヒャは、一定防御力アッププラス、体力アップか。やっぱり防御力ダウンだね。ドクドクもいい効果だね。何あれ、なんていう攻撃だろう。サイコウェーブとか。よし、ここ共鳴ゲージ溜まったか。で、向こうが共鳴してくることを考えると、あ、でももういいか、もうゴリ押しできるでしょう。よし、どうだ、届くか。いやー、お、届いた、ギリギリ。よし、ゴリ押し成功。いいねー。星は 3.5 か。まあいつも通りだね。よし、じゃあ第2戦目いきましょうか。モニカ、すごい名前だ。ハーモニカかって話なんだやめとこ滑りよる。じゃあエフィーにしようかな。うん、どんな相手と戦えるかな。よし、とりあえず集中。慎重なバトルトレーナー。かなりあれですね、あんまりガツガツ来ないタイプ。まあ女の子はそれぐらいがいいんだよ。うん、やめとこ、いらんこと言うとね良くないからね。口は災いのもとですから。バシャーも久しぶりかな。よし、 OK、 決まった。ここまで決まれると、まあだいぶ楽だね。バシャオモはスピードタイプ、スタンダードか。あ、動きが分かりやすいね。一直線で動いてきてくれるから。うん。あんまりこう、怖がることもないのかな。やばい。よし。まあ、一戦目はまあいい感じには来れましたけども、二戦目のブラッキー能力は、相手の共鳴ゲージを吸収。なるほど。あ、すごいね。ブラッキーの効果って結構えげつないね。リザード遅い。リザードもうちょっと早くていいと思うんだけどな。結構素早さ早いよ、リザードね。よし、吸収したね。お、めっちゃ吸収する。それも攻撃力も与える。やばい、かっこいい。よし、じゃあ行こう。飛んだ。すぐ攻撃力できない。よし、当たった。今全部当たらなあかんねんね。ちょっと当たってもいかんねんね。必殺技には持っていけないってことか。うまいことやらなあかんねん、これ。よし、連勝連勝。
30連勝ぐらいはできたんじゃない、もうすでに。まあこう広くかな。よし、じゃあクローゼット、絶対クローゼットから来てるよね。もう名前つけるの絶対めんどくさくなってきてる気がする。じゃあ久しぶりラプラス使いましょうか。よろしくねって僕が使うんですけどね。お、31連勝来たね。お、ネオスシティ、ここが一番好きかな、音楽もいいし。警戒。うわ、なんか王冠みたいなの被ってるね。お嬢様気取りかな。うわ、テレビにも映ってる、すげえ。テンション上がるね。うん、テンション上がるわ。ラプラスかな。スイ君にはちょっと苦戦したからね、前。中距離バッターだからね、彼。うん、3スクミに勝ったってどういうこと。あ、なるほど、伝説のポケモンに勝ったって意味なのかな、そういうこと。かっこいい。でもやっぱりあれだよ、エンテ、ライコ、スイ君だったらスイ君が一番かっこいいよね。押せたら勝てる。押すんだ。よし、オッケー。まあ少しずつ技術も弱くなってきてるんじゃないかな。何の技を使って何が出るかってやっと分かり始めたからね。よし、ここでスタージャの牽制。よし、牽制に、本当に牽制にしかならない。オッケー。いいね。この調子でガンガン行っちゃう。ちょっと距離を置こう。やべ、やらかした。最後。向こうの、あ、たまに寄った。まずい。これやって。立ち上がった瞬間に決める。よし、やっぱ起き上がり瞬間だね、狙うとするなら。どうしようもない時に狙うのがまあ一番いいのかな。ほっって言われた。よし、じゃあクロエ、マニューラだね。23位、まあ、23位ぐらいならなんとかなるんじゃないかな。お、私が相手になればかかってきなさい。あれだね、なかなかド S 女かな。ド S 女も、張り切り女じゃなかったらいいかな。うん。かかってきなさい。こちらでも、あれだね、書いてるんだね。51戦の、38勝、74点。勝率 74%。高い方だよね。野球でね、勝率 74% だったら相当だからね。どっちのサポートで行く？まあ、グレッグルかな。感覚で決めてる。感覚で決めてるってその言い方に腹が立つわ。マニューラだからやっぱり氷のステージになってるとかそんなんじゃないよね。ドラゴンでも氷のステージになるもんね。マニューラはね、案外ね、ゴリ押しでいける。うん。うん。そんなに苦労しないかな、マニューラ今のところね。上手い人からやられると難しいのかもしれないけど。マニューラ難しいもん、この使い方が。僕は得意じゃないな。よし。その一発ポンって吐き出すのは何なんだろうね。リーフィアは防御力アップと、体力が小アップか。そのうちダイアップみたいなのが出てくるんだろうね。間違えた。完全に使う場面というか押すボタンを間違えた。やべ、これあれ、マニューラってメガ進化とかなかったよね、多分。変わってないもんね。よし。よし。起き上がった瞬間にここ。よし。まあ、避けれないでしょう。こんだけ詰めとけば。かっこいい。炎まとってるからね、もはや。
いいですね。いい試合だったよ。よし。お疲れ様。次も頑張ろうね。レベルアップ。23が結構伸びてきたね。なかなかレベルアップするのは難しくなってきたね。スキルポイントを割り振る。大事になってくるね、こういうの。いや、暴挙だな。おろそかにしすぎるのも良くないもん。もっとトレーニングしないとな。君とパートナーは本当よく共鳴してるね。君ならあの黒いミュウツーにも勝てるかもね。いや、勝ったからね、もうね。知ってるの？ええ、少し前にちょうどこの場所でバトルを仕掛けられたの。なるほど。突然不思議な場所に連れて行かれて全く歯が立たなかったわ。いきなり共鳴バーストしたかと思ったらそのまま圧倒されて、バトルが終わっても共鳴バーストしたままどこかへ消えてしまったわ。すごい。貴族とまた元の場所に戻っていたの。何が起こったかさっぱりわからなかったわ。別の空間に持っていかれるんだね。今の話、私たちの時と少し違うよね。そうなの？私たちの時はバトルが終わった後、ミュウツーの共鳴バーストが解除されて普通の状態で飛び去っていったよね。何が違ったんだろう。謎です。ポケモンが理由もなくバトルを仕掛けてくるとは思えないんだよね。操られてるのかな。私のせいなのかな。それともあの女の子がすんごい顔してるね。よし、じゃあ第5戦やっていきましょうか。今回のサポートセットは、そうだね、まあラプラスから相性的に考えても、リザードン対リザードンか。絶好調トレーナー言うて 57% は絶好調じゃないと思うけどな。さあ、リザード対リザードはこういうメルヘンなところで戦いましょう。緊張しないで。よし、ラプラス、また灰色だね、やっぱり。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。まあリザードの強さを知ってるからこそ迂闊に攻撃できないよね。よし、このまま押し切っちゃおう。攻撃力は確実に高いからね。やべー。よし、ちょっと休憩。なんならそのね、待ってくれてたのかな。よし、起き上がりこぼしが一番いいね。やべ、あぶねー、カウンターされるとこやった。ふぅ、よいしょ。次でいい、いやー、ラプラスかな。あんまりスターじゃ意味がないんだよね、正直。ラプラスはたまればある程度活躍してくれるからね。ここです、マックス。向こうマックスだね。発動するか。うわ、やばい、同時切り。すげえ、向こうのリザードも赤色になってる、ちょっとかっこいい。危ない。うわ、めっちゃ効く。ここです。当たるか。当たった。どこまで伸びる。やっぱり向こうも共鳴してるからあんまり効かなかったね。よし、まあ圧倒したね。格が違うわけですよ、個体値が違うっていうのかな。よし、何回5連勝決めたね。お、レベル4、レベル4じゃない、星4。何歩までランク上がるかな。お、15位も上がったね、いい感じ。さあ、ほんまにいける伝説中です。負けなしです。よし、じゃあもう一回行こうか。まだ14分だしね。お、向こう6位まで来るね。バシャーモか。シャンデラとかあんまり見ないね。うん、なんか同じようなポケモンが多い気がする。楽しんでいきましょう。中堅バトルトレーナー、あれだね、結構謙虚な人だね。まあ 63% そんなもんかな。カメラサービスね、カメラサービス大事だからね。まあ、前半戦はこれほんまに理にかなってるよね。前半戦は本当にこのね、エイフィーで行って、
向こうが共鳴ゲージ溜まってきた頃にブラッキーを使って減らす、かなりいい作戦なんじゃないかな。リザードこんな細い手で守って大丈夫なのかな。でもあれだよね、あのスマブラと違って防御ずっとしててもいいわけだから、正直あれだよね、あのまあうまいことやれば負けることないもんね。もちろん攻撃するときはリスクにはなるけども、ニフィ行け、あニフィじゃないエイフィ、やべ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 使っちゃった、使っちゃった、間違えてあれ共鳴ゲージ使ったらちょっと体力増えてるね。よしブラッキー行こう、あぶねー、めっちゃ攻められたね、恐ろしい。ブラッキーブラッキー吸い取って、あんまり吸い取ってくれへんかった、すぐ溜まっちゃった。よしまずいよ、ここでもうガン立て、ガン立て、ガン立てめっちゃ嫌なやつや。あ、ガードクラッシュってあるんだ、すげえ。あ、いいこと知れた、やっぱガードクラッシュってあるんだね、ガン立てしてる場合でもないんだ、いいこと知った。よし、やっぱりガードクラッシュないとゲームバランスおかしくなるもんね。よし決まった、ふう、うまいこと言ったね。お4つ、危なかったよね1戦目、これでも4つもらえるんだ。いや結構危なかった。よし次もバシャーモ、バシャーモ、バシャーモ、リザードン、リザードン、ルカリオだね。ルカリオ僕苦手なんですよね、あんまり得意じゃない。よしラプラスっていこう。バシャーモもやばいね、ある程度、うん、中に入られるとボコボコいかれるね。あれこんなステージ初めて、いやゴーストタイプの住処ですね、音量ばっかりだね。よしラプラスで行こう、狭いなここのステージ。どうだ狭い方がいいのかリザードン的には。でも距離を取るにはやっぱりスピードタイプにはあれだよね、確実にでかい方がいいよね。間違えた、分かってるよ落ち着いてないみたいだね。よしここ、よしカウンターゲット、よいしょ。まあこっちのバシャーモはバシャーモだよね、だね。え、バシャーモ、こいつバシャーモじゃなかったっけやっぱ完全に名前が、あバグフーンだもんね、あの日の嵐のやつはね、バシャーモだね。バグフーンとかも出してほしかったな、バグフーンかっこいいよね。てか結局炎タイプが見た目はかわいいよね、あかわいいじゃない、かっこいいよね、まあ、使えるのは間違いなく水タイプなんだけど、うん、よし。いやー赤目だ、かっこいい。 3.5、お、レベルアップ。満足できた？うん、満足できたどうでもええってな。どうしよっかな、もう1レベル上げとこうか。お、ラッキーボーナス、何もらえる？かかってこい。今さらもらうバトルあれじゃないと思うんだけどな。よし、リザードン、フリオフリオ、今回どこかな、どうしようかな。ニーフィア行こうか、どんな相手と戦えるかな。よし、じゃあお化け屋敷、またお化け屋敷だね。あそこお化け屋敷なんだ、音量祭りじゃないんだね。
お化け屋敷にしては恐ろしいね。ハゲてね。よし、じゃあ行こうか。どっちのサポートで行く？まあグレックルかな、最初は。感覚で決めてるけどね。一戦目を取ればだいぶ楽だからね、結局は。楽しむことが大事だよ。まあリザードンはね、ほんまにカウンターを狙われば厳しい。うん。一発の攻撃力の攻撃のあの後がね、絶対にあの開くからね。まあ知ってる分楽だよね。うん、攻撃が分かる分、モーションも分かるからね。よし。でもまあ逆に知ってる分追い込まれるというかね、攻められると厳しいっていうのも分かる。次も同じサポートで行く？よし。自分のポケモンを信じて頑張ってね。いやー、隙だらけ。自分がこんなに隙だらけになるんだと思うとあれだよね。対人戦ではカウンター狙いがいいんだろうなと思いますよね。よし。さあどうだ、当たるか。よし、決めちゃおう。青き火炎放射。よし、ほぼほぼリザードに対しての耐久というかね、リザードに対してはまあいい戦いできるかな、分かってきてるからね。4つ、オフェンス、ディフェンス、テクニック、ボーナス。ボーナスはいつもマックスな気がする。よし、じゃあもう一戦リザードン行こうか。一気に跳ね上がるからね、順位がね、なかなか厄介になってくるんじゃないかな。よし、ラプラス行こう。特に会話があるわけでもないね。お、ネオスシティだ。いい感じ、絶好調。81%、勝率 81%、 それ強いわ。まあでも相手がリザードンだからね、まあなんとかなる。でも一回はめられると抜け出せない。楽しんでいこう。バトルを楽しむことが大事だよ。よし、勝率 81% ってやばいよね。よし、やばい、カウンター食らった。まずい。よし、宙返りアタック。へい、危ない危ない。カウンター食らうとやっぱきついね。スターちゃん使いにくいんだよな。俺がカウンター狙いってことがちょっとバレてるね。あー、間違えた。よし、やっぱり地球投げいいわ。エフェクトもいいし、攻撃力も高いし。ここ、あー、若干それた気がする。あー、当たった。よしよしよし、完璧だね。かっこいい、相変わらず。よし、ストレート勝ちなんてすごいね。まあいつものことですけどね。私、よし、じゃあルカリオ行こうか。6位、セレスティやったっけ。名前名前。よし、エイフィブラッキーで行こう。聖堂のバトルトレーナーや未来のチャンピオン。誰のこと言ってるのかな。てかなんであれなんだろうね、6位なのに勝率は低いんだろうね。やってる対戦が多かったのかな、全然見てなかったけど。いや、ルカリオやりにくいんだよね、カウンターが型だから。どっちのサポートで行く？私はいつもカウンター。でも負けられない。ここ、いや違うな、やっぱりリザードンとバシャモとはタイミングが違う。よし、押せ。
押せるときは押せ。よし、これで主導権を握ったでしょう。いや、そのわけのわからん、うーんっていうのはいいから。よし、サポート呼ぼう、とりあえず。これで防御力、これ何が上がるんだったっけ。よし、まあ完全に向こうカウンター狙ってたけど、まあありがとうございます。投げ技にカウンターもクソもないからね。よし、ここでブラッキーを入れよう。まあブラッキーはあれだからね、攻撃もしてくれるから。いや、難しいな、そのカウンター狙う場面が。よし、ここが溜まった瞬間に使うか。痛い、波動だ。使ってきそうかな。もう押せるか、もう押せるな。やべ、2。使ってきた。完全に不利。痛い。めっちゃ体力回復してるし。まずいな、必殺技すら使えんかった。よし、まずい。いった、よし、捕まえた。どうだ、決めれるか。決めた。危ねえ、やっぱルカリオ得意じゃないわ。よし、なんとかいけたね。オフェンスはマックスか、なんかよくわかんないね。お疲れ様。よし、10戦10連勝来ましたね、結局今回の動画も。まあいい形で終えれたね。お、6位まで上がった、一気に来たね。次回はあれかな、トーナメント出れるかな。やったね。お、トーナメント来たね。トーナメント参加資格を得たよ。はい、もう仕組みは分かってるよね。はい、分かってます。気分転換にフリーバトルをするのもいいよ。フリーバトルね、まあいいかな。ということでね、次回はこのトーナメントを買って、昇格試験を受けたいかなと思います。お金も結局200万貯まったね。現実世界もこんな簡単にお金が貯まればいいのにね。まあそれはいいとして、いや、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さようなら。